山内陽道、山内陽道、とよし山内陽道、とよしは、幕末の戸様大名、土佐藩十五代藩主、在任期間、海元年12月27日、1848年1月21日、明治五年、1872年2月、かには14位下、土佐守、自重、後に12位、県中納言まで昇進、明治時代には、 邪交官志向に列し、生前委員会は、生二位まで上った。皇居後は、十一位を増位された。忌味縄とよ隠居後の方は陽道。土佐藩伝子の山内南家当主、山内豊明、十二代藩主、山内豊介の弟の長男。母は、即室、平石氏。性質は、唐妻三政の娘、政子、三条、佐熱務の幼女。子は、 山内豊院、長男、講子、北白川宮義久新納妃、八重子、小松宮、頼仁人新納妃の千秋願望長を室。出。明名は、輝き守る。酒と女としを愛し、自らを、鯨海酔子、玄海水公王と称した。反省改革を断行し、幕末の四賢公の一人として評価される一方で、当時の志士たちからは、 幕末の時流にうまく乗ろうとした態度を、酔えば勤労、冷めれば砂漠と揶揄された。文政10年、1827年生まれ、豊重製家である山内南家は、小倉か1500国の文家で、電子五家の中での序列は一番下であった。通常、藩主の子は、江戸屋敷で生まれ育つが、豊重は文家の出であったため、高知城下で生まれ育った。 13代藩主、山内と予る、その弟で14代藩主、山内豊厚氏が相次いで急死した。豊厚氏は藩主在職わずか12日という短さでの急死で、山内家は断絶の危機に瀕した。豊厚氏には自定、後の16代藩主、山内豊藩がいたが、わずか3歳であったため、文家で当時22歳の豊重が候補となった。 豊ヨテルの妻、里氏、シ、鏡員、コ姫の実家にあたる島付などが、老中主座であった、お政博氏に働きかけ、豊か厚氏は病気のため隠居したという形をとり、嘉永元年、1848年12月27日、豊重が、藩主に就任した。コ姫の格別の推挙と幕閣に働きかけをした、上での藩主就任がその後の陽道の、 幕的行動を制限したとも言われる。藩主の座に就いた豊吉は、門伐、急進による反省を嫌い、革新派グループ、新御子組の中心人物、吉田東洋を起用した。嘉永六年、1853年東洋を新たに、儲けた塩規約、潮木役、三成職に任知、過労を押しのけて、西洋軍備採用、解剖強化、財政改革、藩主の長崎遊学、 身分制度改革、分部間設立などの反省改革を断行した。翌、安政元年、1854年6月、東洋は山内家隕石にあたる旗本、松下下平との間に異境を起こし失脚、謹慎のみとなった。しかし3年後の安政4年、1857年、東洋を再び起用し、東洋は後に、藩の賛成となる、後藤昌二郎、 福岡皇帝らを起用した。豊重は、福井藩主、松平春学、宇和島藩主、伊達宗成、薩摩藩主、島津成明とも交流を持ち幕末の四健康と称された。彼らは幕政にも積極的に口を挟み、老中、安倍正宏に、幕政改革を訴えた。安倍正宏死去後、大老についた、井伊直助と、 将軍軽視問題で真っ向から対立した。十三代将軍、徳川家貞が病弱で死死がなかったため、陽道他四県公、水戸藩主、徳川成明らは、直将軍に、一橋義信を押していた。一方、E は、奇襲藩主、徳川義富を押した。E は、大老の地位を利用し政敵を排除した。いわゆる安政の大国である。結局、 義富が十四代将軍、家持ちとなることに決まった。陽道はこれに憤慨し、安政六年、1859年2月、隠居願いを幕府に提出した。この年の十月には、成明、春学、宗成らと共に、幕府より近親の命が下った。前藩主の弟、豊藩に藩主の座を譲り、隠居の身となった当初、忍ぶと合が、 水戸藩の藤田東子の勧めで陽道と改めた。陽道は思想が四健康に共通する工具が大派であり、単純ではなかった。藩内の勤労志士を弾圧する一方、朝廷にも奉仕し、また幕府にも良かれという行動を取った。このため幕末の政局に混乱をもたらし、世間では酔えば勤労、冷めれば砂漠と揶揄され、後政敵となる西郷隆盛から、 単純な砂漠派の方が、はるかに始末がいいとまで言わしめる結果となった。近親中に、土佐藩ではクーデターが起こった。桜田門外の変異以降、全国的に、尊能上位が主流となった。土佐藩でも、竹市随山を狩猟とする土佐勤納党が台頭し、陽道の心の神である、後部合体派の吉田東洋と対立。ついに文久2年4月8日、 1862年5月6日、東洋を暗殺するに至った。その後、随山は、門松かローラと結び反省を掌握した。文久3年8月18日、1863年9月30日、京都で、藍津藩、薩摩藩による、長州藩追い落としのための朝廷軍事クーデター、8月18日の政変が強行され、長州側が、 一触即発の事態を回避したため、これ以後しばらく砂漠派による粛清の猛威が復活した。陽道も謹慎を解かれ、土佐に帰国し、反省を掌握した。以後、隠居のみながら、反省に影響を与え続けた。陽道は、まず東洋を暗殺した政敵、土佐金納刀の大弾圧に乗り出し、東院を片っ端から捕獲、投獄した。修行の随山は、 切腹を命じられ、他の党員も死罪などに処せられ、逃れることのできた党員は脱藩し、土佐勤労党は壊滅させられた。同年末、陽道は上京し、朝廷から三四に任ぜられ、国政の諮問機関である三アズ会議に参加するが、陽道自身は病と称して欠席が多く短期間で崩壊した。東洋暗殺の直前に脱藩していた土佐の志士たち、 坂本龍馬、中岡慎太郎、土方久本の仲介によって、慶応2年、1866年1月22日、薩長同盟が成立した。これによって時代が、明治維新へと大きく動き出した。慶応3年、1867年5月、薩摩藩主導で設置された四公会議に参加するが、幕府権力の削減を図る薩摩藩の主導を嫌い、 欠席を続ける。結局この会議は短期間で崩壊。しかし、同5月21日には、薩摩藩氏の小松立脇の京都邸において、中岡慎太郎の仲介により、土佐藩の犬井大輔谷田敵と、薩摩藩の西郷隆盛、吉井智美らが、武力倒幕を儀して、薩土密約を締結し、翌22日に、犬井大輔によって、 密約の内容が陽道に報告され、大阪でアルミ二十三百丁の購入を許可している。陽道は犬井大輔を伴って、6月初旬に土佐に帰国した。しかるに、陽道や犬井大輔と入れ違いに上落した坂本龍馬、後藤昌次郎らによって、殺土密約から約1ヶ月後にあたる、6月22日、京都の小松台東邸にて、大久保利道、 西郷隆盛と土佐藩の後藤昌次郎、福岡皇帝、寺村左前、真部栄三郎が義して、武力倒幕ではなく大政奉還による王政復興を目標に掲げ殺土名約を締結した。しかし、殺土名約は約2ヶ月半で早々に瓦解し、犬井大輔と西郷隆盛が結んだ殺土密約が次第に重視せられ、土佐藩全体が徐々に 倒幕路線に近づいていくことになる。陽道は自身を藩主にまで押し上げてくれた幕府を擁護し続けたが、倒幕へと傾いた時代を止めることはできなかった。幕府が委託されている政権を朝廷に返還する案、及び千中八作を坂本龍より聞いていた後藤昌二郎は、これらを自分の案として陽道に進言した。陽道はこれを妙案と考え、老中、 板倉勝ラらを通して十五代将軍、徳川義信に建白した。これにより、慶応三年十月十四日、1867年11月9日、義信は朝廷に政権を返還した。しかし、その後、明治政府樹立までの動きは、終士、薩摩、長州税に主導権を握られた。同年の十二月九日、1868年1月3日、 開かれた、正午初会議において、薩摩、尾張、越前、芸州の各班代表が集まり、妖道も、泥酔状態ながら痴参して、会議に参加した。妖道は、自分自身直接会議に参加して認めていた、王政復古の大号令を、それまでの自分の持論であった、列光会議路線すなわち、徳川総家温存路線と、根本的に反するがゆえに、 岩倉智未来一木行による陰謀と決めつけ、大政奉還の功労者である徳川義信が、この会議に呼ばていないのは不当であるなどと主張した。また、岩倉、大久保が徳川義信に対して、時間のうちを決定したことについては、薩摩、土佐、備州、芸州が土地をそのまま保有しておきながら、なぜ徳川宗家に対してだけは土地を返納させねばならないのかなどと、 徳川総計王号を行い、先ほど天皇を中心とする抗議政体の政府を会議で決定したことに対して、徳川氏を中心とする列行会議の政府を要求した。松平春学が同調したが、ただでさえ気に入らないことがあると大声ではめき散らす。悪癖があり、その上に、主乱状態の用道は、2、3の苦行が幼おきの天守を要し、 権威を欲しいままにしようとしているなどと発言してしまった。たまりかねた岩倉から、今日の虚は、すべて診断、天皇の決断によって行われたものであるぞ、大失言であるぞ。天使を捕まえて幼、起きとは、何事か、土州土州返答せよと陽道は、面前で大失席されてしまったが、泥酔状態の陽道に、まともな返答ができるはずもなく、会議は陽道を無視して、 天皇を中心とする、抗議政態派すなわち倒幕強行派のペースで進んだ。慶応四年、1868年1月3日、旧幕府側の発砲で、戸場、伏見の戦いが勃発すると、領道は自分が土佐藩兵約100名を上京させたにもかかわらず、土佐藩兵はこれに加わるなと言命した。しかし、在の土佐藩兵らは、道の制止を振り切り、 殺度密約に基づいて、自発的に、官軍側について、戦闘に参加。同一月7日、西郷から、倒幕の合戦地下死という密書を受け取り、さらに改戦したことを、谷立木から報告を受けたとさに在国中の板垣、大輔は、殺度密約に基づいて、春正隊を率いて上落した。妖道は、京都を進発する前夜の2月13日、 東山道へ出発する板垣率いると左春正体に寒いので自愛するよう言葉を与えた。明治維新後は内国事務総裁に就任したが、かつて家臣や領民であったような身分のものとなじむことができず、明治二年1869年に辞職。しかし木戸高義とは仲が良く、辞定に招いては明治政府の将来などについて語り合ったという。本体は新たに、 東京・箱崎の元田安徳川家別邸を買収して居住した。隠居生活は当時別荘地として知られた橋は東京都台東区の別邸、綾瀬騒動で目掛けを十数人も囲い、酒と女と作詞に明け暮れる豪奢な晩年を送った。また、連日で両国、柳橋などの首労にて合流し、ついに加算が傾きかけたものの、 陽道は、昔から大名が倒産した霊子がない。俺が宣伝をつけてやろうと交互し、加齢のいさめを聞かなかったという。また、竹市随山を殺してしまったために、土佐藩内に薩長に対抗できる人物を書いて、新政府の実権を奪われたと考え、これを悔やんだとも言う。明治五年、1872年、関年の飲酒がもとで、脳一血に倒れ、四十六歳。 数え年の生涯を閉じた。墓所は、土佐藩下屋敷があった大井公園、品川区東大井四丁目にある。日付イコール旧暦。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。